大変だ大変だ、こんなものが届けられた。んデスノート、デスノート、何これすごい、デスノートが届いちゃったんだ今。僕たちの元に手伝って、どうしよう。何何何が見えてんの。あっ、おい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 、何もいないよ。触ってなかったさっき、持ってこい。持ってきたよね、一番恥ずかしいじゃん、俺ら目の前にいながら持ってきたね。もうこれはですね、デスノートの、はい、まあ、カードゲームらしいんですよ。えぇ、ー、めっちゃもろいじゃん。で、その作ってくれた人がですね、まあその東海オンエアさんにぜひやってみてくださいということで。あ、いただき物なんですね。そう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 、めっちゃ好きなんだよね、俺デスノート。デスノートは超おもろいよね。高校の時からずっと今のくだりやってたもん。開けなさい。食堂でやってましたね。購買の目の前でやってたもん。高1からやってるからね、ヤバシでやってたもんですよ。ヤバシだっけ。ヤバシやってたわ。やってたよ。やってたわ。高1から。すいませんね、あの頃は。大衆の面前でこんなことしまして。大衆の面前、報酬じゃない。黒い、黒い、黒い。入ってる、電気流れない。そういうこと。あ、え、人狼。あ、デスノート人狼。すげえ。あ、そういうことね。すげえ、この中にキラがいる。え、やばいやばいやばい、待って待って待って、やばいやばいやばい。待って、待って、これ見たことあるでしょ、これ、この手紙。あ、これ知ってる、はい。はい、なに、この手紙、なに、どういう。考えると、これね、はい、これ一見普通の手紙、まあ、よくある。でも、実はね、これ L知っているかと、はい、まあこれはね3もやってね、こう全部ここ読むと文章になって、本家は何でしたっけ。 L 知っているか、死神はリンゴしか食べない。あ、はい、そうですね。 L 知っているか、はい、死神はですね、うん、え、東海オンエアはまあ面白い、すごくないこれ、すごい、めっちゃ嬉しい。これガチなのにここね、俺らにしてくれてるの、うん、すごっ、宝じゃん。あ、しかもはっきり言ってありえないほど深夜の満腹屋は美味しそうに、えっ、いつまでたっても変わらない友情を届けてほしい。すげえ、誰が考えたの。マジでオリジナルじゃん。いつもあなたがアップロードする動画を楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。え、すごいね。すげえ、嬉しい。怖いな君らは。そんな、というわけで早速ですね、やってみましょうよ、そのカードゲームを、うんうん、まあ人狼ゲームみたいな感じで、はい、まあ誰がキラかを当てるゲームらしいですね。まあそのパッケージを見た感じね、かっこいいね。これも L 知ってるかだけど、一応文章が、考えると今でもゾクゾクするノートをめぐり天才たちが繰り広げる心理戦は罪深いほど面白い、うん、そして、うん、あの心理戦を体験できるゲームが完成した、感想を教えてくれ。あ、ほんとだ、すごいね、ちゃんと文章になるように考えてるんですね。ということで感想を、え、面白いでしょこれは、さすがにかっこいいな。見ていいですかこれ。これ何、手汗用ってこと。ちげえだろ。違います。何用なの。でもこれはですね、うん、まあ僕さっきチャラッとねルール見ちゃったんですけど、これはこれがデスノートです。へぇ、デスノート書いてるでしょ。なるほど。でこれに書かれた人、これに名前が書かれた人は死にます。うわ、おもろっ。うーん、っていうルールなんですけど、まあもちろんキラが殺すわけですよね。はいはい。っていう感じでちょっとなんとなくルールを説明するので、皆さんはおとなしく聞いていてください。まあルール上ここは早くですけどね、5人プレイなんで、キラチームはキラと信者がいます、うん、VS L チームは L と警察と警察です、うん、誰、松田と知らないよ、なんだっけ、総一郎だ、総一郎だ、総一郎となんか無造無造ですね、はい、あー、はいはい、地盤にもいるんじゃないこれ。まあ優秀すぎるからな、あいつ。で基本的には、プレイヤーは、1枚引いて、アイテムカードを使う、1枚引いて1枚使うっていう感じでございますね、うん、で、2周したら、たばきの時間っていう時間が現れて、キラは1人殺します、うん、で、その時に名前書かれた人は死にます、うん、L は自分の番に逮捕カードっていうカードを持っている時だけ誰かを逮捕できるんですよ。で、キラを逮捕できたら勝ち、うん、ということなんですけど、まあそもそも L が逮捕カードを持ってなきゃいけないんで、まあ運要素もあります、うん、このカードを回したりね、やってみてほら、はい、というわけで、すげえな、デスノート人狼、確かに一番だわ、うん、あれ人狼だもんね、完全に、うん、この時代にデスノートの商品出るっていう、デスノートの影響力すごくね、いや、すごいよな、やばい、大名作だもんなこれ、このパッケージで欲しいもんな、うん、デスノート、かっこよすぎるでしょ。普通に売ってる、普通に黒いのとかって作ったもんな、これ普通に売ってるんだよね。じゃあ普通になんかさ、なんか特別用なんかなって。デスノートさ、もうちょっとちゃんとさ、売ってほしかったよね、ノートを。わかる、なんでノート売らなかったんだろうね。ゲーセンとかになってる。ゲーセンでたまに景品であるけどさ、オフィシャルグッズだったんかな、実は。俺らが無知なだけ。ジャンプショップとかにありそうじゃないですか。あるんか、さすがにあるかな。でもめちゃくちゃ欲しくて、なんか探した気がするよね、自分も。
だめっちゃ頑張って真似してこれ書いたもん、うん、あの修正ペンで書いてたよね。超覚えてる。 俺めっちゃ作ってたよ。持ってたよね。しかも俺印刷して普通のノートの表紙に貼ったりしてたからね。なんかさ細工してたよね。しかもえあの細工したっけ。ブラックライトで書いてなかったっけ。えそれは違う。それは違うかも。俺の別の友達とりあえず俺は表紙にめっちゃこだわって作った。実家にあったもんね。うん、こう思ってたら別のと思ってみたでしょ。で、一人二枚配りますね。はい、はい、まあ、まだ見ちゃダメですよ。見ちゃダメ。まだね。で、これが山札ですね。で、じゃあまあ大事な役職を配りますね。ああ。これは本当に他の人に見せないように。なんだっけ、寿命半分捧げるとなんて見えるだっけ。で目が良くなる。目が良くなる。まあ言い方はそうだけどね。にしてもリスク高くない。え、でも寿命の半分まで結局生きてないやん、うん、ないと。だから使った方が良かったもんね。はい、見えないよね、この人に。はい、どこか言えてもいいですか。うん、真ん中じゃあ。あ、じゃあやばい、誰か、はい、で、見ていいのね。はい、自分だけ見てください。はいはいはい、それはもう伏せといてください。はい、で、ですね、手順ですけれども、うん、まずは一番最初、はい、一番最近リンゴを食べた人からスタートします。へぇ、マジで食ったありねえな。アップルジュースとかでもいいじゃん。じゃリンゴ食ったのいつだ。買いはしたけどさ、うん、でも歯茎から血出た覚えはあるけど多分ね、血やじゃない最近。でも数ヶ月前にジョジョ園のユッケに入ってるリンゴ。あ、じゃあリンゴか。あれ梨じゃない。梨じゃない。やべ、リンゴで。あれリンゴ、あれリンゴ、へぇ、あれ梨かもしれんな。いや、リンゴって言われた気がするけど。あれだとしたら俺1ヶ月以内食ってるわ。じゃあ、まあ、年見つから、うん、まあ、なんだっけこれこんな決め方やだな。寿司光は1枚引いて、1枚使わないといけないです。じゃあ引きますね。はい、これ見ていいですか。あ、見てください。これらも見ていい。うん、まあ細かいルールはそのカードに書いてあるので、まあそのカードに書いてあることが起こります。はい、今うーん、じゃあ一旦これ出しようかな。うん、ちょっと面白そうだな。発動。はい、ここにこの場面に出してください。操作ほう、うん、すべてのプレイヤーは番号が小さい方のカードを左方向の隣プレイヤーに1枚渡す。まあ上にね番号書いてあるじゃないですか、この4みたいなやつ。左では。それを左に渡してください。こうか。はい。これ目見て。はい、見てください。うん、うん、うん。ちなみにキラーの人、エルの人は渡さなくていいカードもあるので、うん、よく見てください。ああ、なるほど。どうやったら分かるんでしょうね、いろんなことが。ね。まあこういう会話でやっぱり出てくるんだ。うん。カードの中にやっぱ炙り出すものが入ってるから。僕も操作に入れてくれ。ライト？キラーじゃん。ポリポリ。監視。監視。はい、監視。誰見たらいいんだろうな。プレイヤー一人を指名し、手札のカードを全て見るでございます。はい、これを見るってことでしょ？見てそう。でも、ね、そうなんですよ。これ皆さん一応事前情報で知っておいてほしいんですけど、デスノートってカードがあるんですけど、デスノートってカードをもしも、キラが持ってた場合回さなくていいんですよ。だから、うん、そこに溜まるんですね。なるほど。で逮捕っていうカードはエルが持ってた場合渡さなくていいんで、エルの元に溜まるんですよ。じゃあさっき利光から回ってきたカードを知ってるから、番号的にデスノート持ったらおかしいなってもなるんだね。そうそうそう、だからデスノートが回ってくるってことはこいつはキラじゃないんだってなるよ、うん、なるほどなるほど。そういう考えがあります、ね、なるほど、うん、じゃあ見せてもらおうか、うん、でこれで俺はリョウが仲間かどうかが大事ってことだね。そうだね。これってなんかその解決に導くために途中で私がエルだっていうパターンもあるの。そうするとキラに狙われちゃうってこと。まあそうだね。そのキラに狙われた時に、うん、気がないよっていうカードもあるので、まあそれを手札に持ってればそういう作戦もありなのかもしれないが、それはどうなんだろうね。ただの警察がエルを守るために私がエルだって言うと逆にキラと勘違いされて殺されちゃう可能性もある。ああそうね。まあ普通になんだっけ、これはエルチームがエルが全滅するか、エルチームが残り一人になったらキラの勝ち、エル1人を殺すか、警察2人を殺したら勝ちになります。キラチームは、で、警察チームはキラを逮捕したら、信者はほったらかしといていい。信者はほったらかしといていいね。で、俺のやつは今、料理に帰ってしまった、うん、いいですか、引いて。うん、やっぱ弾いたわ。早っ。なんか、
チンチンばっか触る人が帰ったじゃん、うん、なんか心なしかさ、さっきはくしゃみたくさん出てるんだよ俺。おい気をつけてね、手洗い意外として頑張って。いや俺大丈夫なんで絶対するし俺。交換、うん、はい、としみつ、はい、これはとしみつの番号が小さい方のカードをもらって、ゆめまるは好きなカードを言ってしまう。なんでとしみつにしたんだろう。むずいな。ゆめまるこれもらってから多分あげれたんだよ、任意のカード。うん、まあまあまあこれで俺はいい、大丈夫、選んだ。では私いきます。じゃあ僕は操作をします。ほう、番号が小さい方のカードを右方向に渡してください。どうやったら分かるんだ。くそ、まだちょっと掴み切れてないよね。むずい、うん、じゃあ監視で、はい、イベマルを見ようかな。わ、これはカード強いね、うん、もうほぼ勝っちゃうもんね。はい、藤井さんいいですか。あれ全然距離じゃないですよ。しまったな、そうか。じゃあチェックしていくことあるな、一応。そう、うん、デスノートが回ってこないってことかね。回ってくるってことは違うと。監視で、あ、ごめんなさい、はい、監視で手札を連れてみます。じゃあ、じゃあドキドキするな、なんか、うん、そもそも右に渡してください。小さい方だっけ。はい、小さい方を右に渡してください。うわ、この番号とか覚えとかなきゃいけないな、これ。ねえ、確かに。あれ、さっき渡したのになって。はい。左方向に渡してください。左方向に、こっちか。うんうんうん。あ、で、山札がなくなってる。まあ、つまりですけど、山札がなくなったってことは、もう、大砲カードと、デスノートカードは、この中の誰かの手札に出回ってるんですよね。うん、普通の人狼よりもろいかもしれんな、うん、ちゃんとやったら。あ、そっか、もう怪しい人にこのカード出しちゃダメだから。じゃあ僕はこれでこうか、夢丸小さいカードで、うん、で、ここでジャッジメントタイムでございます。でんでんでんさらにの時間でございます。2周したのか。ここでですね、まあはい、L と警察と警察は目つぶっててください、うん、はい、キラと信者は目開けてていいですけど、これはスポーツマンシップなんだ。じゃあ、いや普通にこうやって目つぶってて、これでででってやっててください。はい、でその間に、まあ、キラーを殺せますからね。ああ、筆跡でバレないように左手で書いてください。なるほど。じゃあ、ね、その殺したい人の名前を書いてください。まあ、だから誰が手伸ばしたとか分からないようにね。ああ、むずっ。それだからみんなこうボンボコボンボコボンボコって書いてください。で、まあ、信者もヒント得てるじゃないですか。だから信者はこいつ怪しいよとかを、まあ、ジェスチャーで伝えるのはありでございます。じゃあ右手だけで出てもいいか。そうですね、うん、いきまーす、はい、よーい、スタート。あ、13秒ですよ、はい、1、今誰が開けてんだっけ。3、キラと信者、4、5、6、7、8、9、10、11。めちゃめちゃ滑稽じゃないこれ。12、13、開けていい？いいですか？じゃあまだ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 。なんでなんでまだなんだ。ええ、なんかやってんのかな。大丈夫。なんだね。おー、嘘でしょ。待って、今の誰と今と新生が喋ってよね。めっちゃおもろい今の。死神がいた。今のやばんない。なんだ、まだだったらしい。怖いね。もういい、いいですか。もういい、もういい、いいじゃない。開けます、せーの。おお、あ、ムイさん死んだ。あ、ふっ、起きないよ、なんか、せっかくだから。はい。トシミツ、見せろ、トシミツ。仕方ないじゃんって、もういいってさ、聞くやつ。しかも、おかしくない。しかも、今、こっちにこうなってんのあったっけ。僕がキラだ。まあ、その前に。僕がキラだ。いや、でも、僕がエルだったら、そっちの話だからね。そうだね。僕は、警察でした。ので、続く、僕は死んで、続くわけなんですけど。大丈夫これ、俺、バレてるじゃん。バレてないもん。いや、まあ、でもバレてるけど、逮捕のカードを使えなければ続きますからね。てか信者かもしれないじゃん。信者は殺せるの。いや、信者は殺せないけど。いや
まあ、信者殺さないけど、そうやって、なんていうの、振りをするのはあるかもしれないね。としみつが天才で、信者の振りして、まだってとっさに言ってるかもしれない。ああ、かばうためにね。そうやって、ね、キラーが書いてる時に、まだって言って、うん、で、カードを自分の方に向けて、僕がキラだって言ったのか、うん、そいつ隠し。でもポンコツ実績がありすぎるからそんなわけないんだよね。そんなわけない。だからエルがもう逮捕カード持ってた瞬間に終わりの終わり。じゃあペン外しとこう。確かに希望感がね、すげえ、ね、これめっちゃ時間なさそうな、超滑る、時間が足りない全然。なるほど。だからまだって言っちゃうね。なるほどね。まあ一応続きやりますか。だってまだ別に負けてないからね、うん、犯人分かってるけど。自分から聞けばよかったよ。もういい、目開けていいみたいなさ、自分から聞けばよかったのに。じゃあ、テツヤさん。これ2周したらまた、あれ1周、次から1周です。1周は2回したらやばいんだ。いや、待って、今もマジでやばい。めちゃくちゃ面白かったな、今。まだこのゲームでそれだけはないのね。すごいな。まあ、だから警察と L チームは L に逮捕カードをうまく回さないと。まあ、もう持ってるでしょうけど。いきます。はい、じゃあ監視。はい、行なんだっけ。手札を俺が見る。ででん。うわ、頭使うなー。ちょっとマジでハマりたいな。楽しそう。これデスノート書いてる時間がむずいだから、むずいね。タイマーをセットして、タイマーセットがいいと思うよ、これ。これまだって言うと、まだって言っちゃう方がいいと思うからさ、やっぱりこれでございます。確かにね。で、ちなみにりょうくんの役職は、うん、はい、これでございます。はい、うん、で、俺は終わり、うん、私ですね、うん、ドロー、キラーの番だぜ。でもあったよね、なんか原作でももうほぼバレてるみたいな。いや、そうだね、エルネはバレてるんだよ、そこ。ライトバレながら頑張ってたから、うん、ニアの時にはもうほとんどバレてたから。はい、じゃあ交換、うん、おお、なるほどね。僕でいいですか、うん、僕でもね。めっちゃ頭一緒取ってやるな、これ。待って、俺の番を取って。あ、ごめん。ちょっと待って、ごめんごめんごめん。まあいいや、これちょっとジャック、置いときます。まあまあまあ、先ごめんなさい。大差ないでしょう。あれ、キラーはこれに書くっていう殺害方法だっけ。そうそう。で、一周したら、じゃあ適当に一人殺せば勝ちかもしれない。だからこのターンをしのいで、エルを殺せばキラーの勝ち。そう、うん、でもあとこの二人のどっちかが頑張って逮捕するしかないってことか。この二人って、この二人がこのターンでやんなかったら、うん、もうそうだね、締め切りって、うん、まあ、てっちゃんが違うならね。俺もう終わってるんだ。でも、うん、別にやんない、逮捕しなきゃいけないわけじゃないからね。しないとどうなる。うん、いや別に しない意味はないけど、しなきゃいけないわけじゃないからね。泳がしてもらう、うん、別にエルを転がしななかったらまだ進むのか。二人きりになりたかったら泳がしてもいいんだ。じゃあそうじゃない、残って。恋愛ゲームだから。やっと二人気になれたね。悲しい。お、まあ、見えだけですね。今らがややこしくなっちゃったから、もう徹夜見とくわ。で、終わりか。うん、あ、いや、で、今らか。はい、次目もあるです。で、引いちゃったから、うん、逮捕。はい、これとしみつ、プレイヤー一人指名してキラだった場合、勝ちということなんですけれども、としみつさん、あなたはキラですか。そうだ。僕がキラだ。あれ、としみつさん、ちょっとカード見して。はい、としみつ、あ、そっか、そうだよ。あ、なるほどね。そう、これデスノートの時だから。あ、残念。というわけで勝ち、エルたちの勝ち。イエーイ。もっと盛り上がってよ。あれ、偽名使えないんだよ。偽名はデスノートのカード時だから。アリバイがあった時、アリバイがあったらお任せだね。アリバイもの日、俺もう引いてるね、一回も。あれ、今まで逮捕何枚あるっけ。2枚なんかさ、一回俺がさ、こっち渡してさ、そしたらまたすぐ戻ってきたからさ、2枚あるんだと思ってさ、うん、でもなんか、あまりにも今まで出たの、逮捕回りすぎてるから、だからこのアリバイってカードを握ってたら、今としみつ、いや、違うよって言えたのよ。違うよって言えて、殺害のターンだったから、夢丸だって分かりきってるから、殺せたねっていう。そうだね。だから、バレても戦えるのに意外と。どうやって気づくんだ。今、キラ、俺らが勝つ方法はなかったのか。なかった。としみつが夢丸を指名して、あ、でも夢丸に結局逮捕行くのか。うん、無理だ、積んでたわ。だから、こっちがどっちかわからない状態にしとけば。ライトがバカだ。
神なんで自分から正体を俺どっちかと思ったんだよな。あ、てつも警察？俺も警察、はい、いや、矢上総一郎なんかあえて信者にデスノートを一回渡して、うん、こっちになんか回らないようにすれば。これ何これ渡すことはできるんだ、デスノートっていうカードで。またさ、なんか操作とかでさ、こっち戻ってこればさ、うん、これ持ってなかったら、うん、かけない、かけない、いないねってなる。だってデスノート持ってなかったら殺さないでしょ誰も。じゃあ本人が持ってねえってなるのか。そう、あ、まだ持ってないんだってことになるね。たまたま2周目にうまく自分に頑張ってるようにしないといけないけど。まあその殺す側はね、平川は。絶対回るよね、ゼロだから。うん、そうだね、ゼロだから持っとこうと思ってたんだけど、だから逮捕と誰かに預けて回収とか回っちゃうんだよね。だからいろんなカードがぐるぐるするじゃん。だけどその逮捕とデスノートだけはそこの場所でとどまるから、あれっていう感じで。さっきだから結構俺デスノート逮捕ずっと思ってたからさ。だってこれ交換のカード、同じカードもさ、え、違うよね、ほら違う、だから違う、同じものが流れてきて、同じものが流れてきたらさ、はぁってなるよね。うん、そうか、じゃあめっちゃおもろいな。回して次に監視でその人のカード見た時に持ってなかったら、うん、じゃあそれではないんだ。めっちゃおもろいな。なるほどね、めっちゃ好きかもな、これ。まあこれはやり込んだらさらに面白くなるんじゃないでしょうか、うん、これはマジでおもろい、おすすめだ。分かってる。でもあれだよ、書いてる時にまだとか言っちゃダメだ。キラってバレるから。一番年水がおもろかったな。待って、5人だけ。いや、これはか、例えばこうリンゴとか死神とかそういうカードなんですけど、これは6人用なんですよ。本当は6人でやろうと思ったんですけど、1人ね、頭家入れて帰っちゃったんで、今回はできないんですけど。こんなんあるんだ。へぇ、おもろいリンゴ。これチートだね。これ最強カード、最強カード。すごいなこれ。くそー。まあ気になった人はみんな買ってやってみてください、うん、面白い。矢上総一郎でした。ありがとうございます。Lでした。警察の特捜でした。ミサミサだよ。キラでした。絶対相沢じゃん。